あのお天場娘がこの5年で立派になったものだ。もうすっかり一人前の顔をしている。ジオウジ様、君が何を見てどんな人と関わったか、この5年は君にとってかけがえのない財産になるだろう。そうですね、いろんな人との出会いがあったな。うん、君を支えてくれた人、陰ながら応援してくれた人、君を頼る人もいただろう。人からもらった優しさをただ受け止めるだけではなく、何倍にも返そうと思う心が大切だと、つい説教じみたことを言ってしまったな。大丈夫です、私ジオウジ様の話を聞くの大好きですもの。それにおじ様はいつも私のことを気にかけてくれてましたよね。様子を見てくれてたり、困ってる時に助けてくれたり、いつだって頼りになるおじ様です。そうだったかな、偶然だったと思うが。あれ、ん、どうした。どうしてかな、おじ様を見てたらマスクドじいさんのことを思い出しちゃった。どこか似てるんですよね、二人とも。いつも私を見守っていてくれて、っていうか、もしかして。それ以上言うのは野暮というものだ。今心に浮かんだことはそのまましまっておいてくれ。私は私、他の何でもない、それでいいんではないかね。そうですね、そういうことにしておきます。